始まりましたフルファミチャンネル。おたです。ゆきしです。多いですね最近。多いですね。このメンバー、いい感じです。まあどんどん仲も深まって嬉しいことに。やっと気まずさがなくなってきましたね、まあ、そうですね。じゃあまず、まあまあいつもの電子レンジを使ったリンゴホットケーキ、間違えた言い過ぎた、ホットケーキを作っていきます。ボウル2個用意してもらって耐熱で、でリンゴジャムを作っていく人です。でホットケーキの生地を作っていく人です。はい、まずリンゴを洗います。で4等分にします。いきますね。ありがとうございます。4等分、まあここは切った方がいいかな。でこれがくし切りっていうらしいです。難しいですね。知ってました？いや分かんなかったっす。そういう専門言ってたのに。言ってた。なんか聞いたことあるけどもう忘れましたね。もう5年前の話なんで。5年も前なんですか？そうっすね。何歳ですか？いやまだ20歳っすよ。まだ20歳っすよ。5年。おお、こんな感じで平べったく、これを耐熱容器に入れていったらいい感じに敷き詰めてもろて。なるほど。そんな串切りをしたら敷き詰めます、耐熱容器に。そしてですね、砂糖を大さじ2杯ですね。大さじ2杯こんな感じ、ね、はい、まんべんなくこうやってやって、次に蜂蜜大さじ2杯ストップ。大さじ1杯目。楽しいですね。もう甘い。OK っす。い大さじ2杯目。いいね。レモン汁を大さじ1杯。結構ですね。じゃあ絞りますね。はい、ここに。あ、おお、いいね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 。せーの、大さじ1杯。ビヨーン。急に。今までなかったのに。オッケー、こんな感じで入れたら電子レンジで600ワット、5分。5分結構っすね。結構っすね。いきます。その間にホットケーキミックスを入れてきますか。そうですね、ホットケーキミックスをまず 100g です。 100g、 100g ですか。 100g お願いします。95。ヒューストップ。はい、オッケーです。でここに牛乳50、牛乳を50入れます。卵1個。はい。はい。あ、オッケーです。で、かき混ぜます。はい、もうあと残された時間は2分です。お、こぼさないで。ホットケーキミックスエピソード。いや、ないんすよ。ずっと聞いてくる。あります？え、使ったことないですか？僕はないっすね、多分。何で使います？チョコレートケーキとか。あ、チョコマフィンとか。あ、なんか割ともうなんか小麦粉とかから使うタイプなんですよね。小麦粉、砂糖みたいな感じで。本格派なんや。なんか匂いがすごいですよ ね。心配になってきた。一回確認しましょう。湯気が。あ、ちょっとやっちゃった、やっちゃったの。あ、でも、いやでもじゃないわ。でも失敗しました。ちょっともう一回やりますね。一旦作り直しましょう。できました。イエーイ。できました。はい、はい、でこれを耐熱容器に敷きます。この中に入れましょうか。もうじゃあこのここにホットケーキミックスを入れますね。ストップ言ってくださいね。はい、ストップ。はい、こんなもんで。これを5分加熱します。お願い、成功してください。お願いや。見ながらやらないと。そうですね、ちょっとさっきのジャムのトラウマが。どうなんすかね。でもめっちゃ楽っすよね。フライパンなしでできるっていう。レンジさえあれば。ラップ
もうすでにちょっと固まって、成功しそうな気がしてきた。いけんちゃう？あちち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 ホットケーキって食べに行ったことあります？あ、食べには行きます。大きいやつですか？大きいやつですもん、こんなやば。一人ですか？食べるんですか？一人で食べます。クリームめっちゃ、あ、そう、クリームもこんなのやつ、エックスンシングス。あ、そうそうそう。あ、一人で食べたらやばないですか？あれちょっと胸焼きするんですけど、食べたくなるんですよね。でも結構甘党ですか？甘党っす。あ、そうなんや。食べに行きます？え、行きます？あ、そっちか。お誘い誘ってるみたいだった。あ、ハテナやったんすか。あ、食べに行きます。あ、食べに、なんか急に恥ずかしなってきた。なんか別に誘ったわけじゃなかったのに誘ってるみたい。誘われたんかと思った急に。あ、食べに行くけど、あの平たいのんじゃなくて、はいはい、分厚い方が好きなんですよ。これぐらいの。そう、なんか分厚くて食べたらシュって消える系。あ、なんか平べったいのブワーみたいなのあるじゃないですか。 あれめっちゃ重ないですか？めっちゃ重いです。無理。もうお腹いっぱいになる。結構好きですね、甘いの。甘いのいいですね。芋とかめっちゃ好きです。芋っすか？パンケーキに芋。そうなるんすね。スイートポテトパンケーキみたいな。絶対美味しい。重そう。まあ確かにリンゴパンケーキとかあんま見なくない？そうですね、あんまリンゴ珍しいですね、どうでしょうか？成功してくれ。何かけて食べます？ホットケーキ。ホットケーキ蜂蜜ちゃいます？やっぱり定番。あ、いけてるかもしれない。おー、さてこれは、おー、どうだ、これはどうだ。ひっくり返したいな。じゃあ行きます。勝負の瞬間どうします？どうしましょう。じゃあ行きますか？もう行きますね。あ、そっち持っといてください。行きます。せーの、では見てみたいと思います。せーので、じゃーん。おー、まあ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 。え、これ何枚も作ってブワーってやったらミルフィーユみたいになりそうじゃん。そうですね。これちょっとアレンジしません？なんか乗せて。蜂蜜、チョコフレークとシナモンパウダーですね。じゃあこれをこう、ここにいろんなトッピングをしてクレープにしちゃおうっていう。そうですね。今日もともと何作る予定でしたっけ？パンケーキ風クレープですね。そうですね、パンケーキ風クレープですね。どうしましょう。でも蜂蜜とこれは絶対合うんちゃいます？そうですよね、この子は蜂蜜をこんな感じでいいんちゃいます、もう多分リンゴが甘いから結構蜂蜜とかやったし。そうですね。これでかけて巻いたら、なんかクレープの、あのシュガーロールみたいなのあるじゃないですか。あ、一番シンプルなやつ、ね、シンプルなやつ。あれ美味しいじゃないですか。あ、美味しいですね。それみたいな感じで、そんな何も入れへん方がもう甘いから美味しいと思う。四つ折りってことですか？四つ折りします。はい。パターン。あ、結構、あのクレープではない硬さ。だからもうパンケーキ風クレープやなって感じの。お。見た目はよろしくて。そうですね。こんな感じで。こんな感じです。どうしますか？半分に切りますか、そのまま。あ、いいですね。では、いただきます。結構でも思ったよりしっかりしてますね。しっかりしてますね、生地が。いただきます。美味しいです。
めちゃめちゃ甘い。うんうんうん。甘党の人にはおすすめですね。甘党の人、うん、おすすめですね。同じことしか言ってない。結構しっかりしてる生地が、うん、クレープではないけどパンケーキでもないみたいな。ちょうど間ぐらいの。間ぐらい。だからクレープより重めのパンケーキより軽め。間っすね。間っすね。まあでもこれ生クリーム欲しくないですか。あー、わかります。生クリーム合うと思う、うん、結構このリンゴのジャムが美味しい、うん、そうですね、めっちゃ美味しいよ。絶対入れるべき。なかったらちょっとあかん、あかん、うん、しかも簡単やし、うん、できたリンゴに入れるだけやし、生地を、まあ、バナナとかでやってみても美味しいかも。あ、バナナ無理やった。そうですね、僕はちょっと遠慮しとくんですけど。みたいな感じです ね、 ですね。以上。はい、本日はレンジで簡単にできるアップルパンケーキでした。まあ、レンジだけで簡単にできるんで、しかも5分とかでできるから、うん、まあ、ぜひ作ってみるのは、まあ、でもレンジを覗くことは忘れないでほしいです ね、 ですね。焦がしちゃうかもしれへんから。はい、今回の動画は以上になります。この動画がためになった思う方はいいねを押していただけると励みになります。フルーツの購入も概要のリンクから注文できますのでよろしくお願いいたします。お願いします。では今日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、 バイバーイ。本日の合言葉はこちらになります。